はい、えー、皆さん、こんばんは。スマートシティインシティとトの南雲でございます。えー、今日も大変お忙しいところ、このウェビナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。はい、毎度でございます。えー、っと、今日は日本中なのかな、まあ、東京、横浜もそうなんですけど、いい天気でね、ほんと外行きたいなと思いましたけども、まあ、なんとなくこう、まあ、サマーバケーションのシーズンがね、日本のかる梅があるでしょうけど、あ来てるなという感じですかね。 あのワクチンの接種の方もずいぶんとまあ進んでいるようですけども、これがあの増えていくこと自体はいいことなんですけどね、中長的なまあ何かこうえ悪い作用があるのかどうかちょっと分かりませんけども、とりあえずはあのコロナの沈静化に向けて動いているなというちょっと明るさなんかも感じたりもしています。はい、えーということで、ですね今日は全体で208回目になります。でシリーズでいうと、スマートシティ101シリーズなんですけども、えー、それの43回目になりますね。 でえー、と今日はですね、その中でもデジタルアイデンティティ、デジタル ID の話が出てきます。まあ、マイナンバーとかね、マイナンバーカードとかね、皆さんいろいろとこう、気になる、あれかっていうふうに思うかもしれませんけど、今日その詳しいお話をお聞きするいいチャンスじゃないかなというふうに思います。はい、題して、スマートシティとデジタルアイデンティティ、えー、インターネットバー・オルグ・ドット・オルグディレクター、そしてマイデータグローバルの副理事長の安田クリスティーナさんをお呼びしております。 安田さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、どうも。なんか、あの、N スタでも言ってましたけど、転勤されるということなので <laughs>、飛び込みで入れてお願いするという。今週日曜日の日きで、ちょっと今、パッキングが <laughs> 全然合わせなくて <laughs>。 はい、なのに明日も小田原まで小田原市長と対談なのとすけど、間違えたなと。<laughs> 天気いいので外行きたいのは山々なんですけど。大変ですよね。僕もアメリカ4回踏みしたんですけど、<laughs> 引っ越しはね、そのたび大変だったです。<laughs> まあでも、ちょっとオフラインで後で引っ越しティップスを教えてください。<laughs> <laughs> そっちの方が気になる。 でも、まあ、行かれると、また新しいね、アメリカのいいところも、まあ、悪いところもありますけどもね、たくさん見れると思うので、ぜひ頑張っていただければな、というふうに思いますけども、はい。で、これから、あの、安田さんにですねあの、デジタルアイデンティティの話をお聞きして、で、その後ですね、皆さんからのチャットに入ってくるコメントも含めて、まあ、ディスカッションっていうのを後半でやりたいというふうに思います。 1、えー、一つだけお約束事なんですけども、えー、視聴者の皆さん、えー、送信先のプルダウンボタン、で全てのパナリスト及び出席者と、これ選んで書き込みをお願いします。えー、コメント、えー、クエスチョン、それから安田さんへの応援のメッセージ等々ですね。ということで、えー、進めてまいりたいというふうに思います。じゃあ安田さん、ここからバトンタッチしますので、お話をよろしくお願いします。はい、コメント、私に個別にラブレッーいただいても大丈夫です。冗談です。すいません。<laughs> <laughs> 皆さんお忙しいいとところありがとうございます本日は分散型 ID とスマートシティっていうテーマで、まあ、少し30分程度最初にお話しさせていただこうかと思ってます。で、まあ、今実際にいくつかのスマートシティのプロジェクトで分散 ID がいかに使えるかっていうディスカッションをさせていただいていますしまああのこのウェビナーすごい継続力本当に尊敬するんですけどまあ 何個かあの回、視聴させていただいて勉強もしてはいるんだけど、まあ、スマートシティの専門家ってわけで私はないので、そこはあのコメントでこういった使い方もあるんじゃないかとか、こういったところでてるんだとかって後半のフランクにディスカッションできればなと思ってます。ちょっと画面共有します。えー、っと。はい。 画面共有しましたまた、あ、先ほどあの NGO と、えっとまあ、マイデータの肩書きでご紹介いただいたんですけど、まあ、同時にマイクロソフトの方でも、えっと、アイデンティティ企画のアーキテクトといったお仕事をしておりましてそこで特に アベサイの世界って企画総合運用するためにみんなが同じ企画を使っていくっていうのが非常に大事になってくるので、まあ、そういったお仕事も関わらせていただいています。で本日なんですけれどもまあ最初にやっぱりアイデンティティとは、まあ、異なる捉え方をされている方もいらっしゃると思うのでちょっとそこの,あの、まあ、スコープを決めるっていったところから始めていきまあ 分散によって認証認可がどんなふうに変わっていくのかといったところをお話しさせていただいて、で、あの、まあ、分散によって一番変わるのは、イと検証のバランスですと、で最後の方で、まあ、実際にデモをさせていただいて、ちょっとなかなかイメージ湧きづらい部分もあるので、もをさせていただいて、まあ、ユースケースのディスカッション、4と5をちょっと入れ替える可能性もあります。いただこうかなと思います。 でえっとまあ、まず最初にアイデンティティなんですけどもあの、まあ、国際社会の場特にまあアイデンティティの専門家でアイデンティティっていうのは今まで結構昔は各企業であのやっていた分野だったんですけど最近はやっぱりこうもうアイデンティティの専門家手段があのかなり発達してきているのでそういった専門家にお願いする動画になってきています。でも一般的に 実体を構成する属性の集合アイデンティティって言うんですけどまあなんちゃらほいって話だと思うんですけど簡単に言うと識別詞があってその識別詞に,に属性がひも付いてその属性のひも付き全体をアイデンティティっていう例えば安田クリスチーナっていう名前の識別詞がある時にあの、まあ、それには マイクロソフト社員ですとか NGO 理事ですとか、そういった属性があのひもづいていて、えっと、それによって全体が固定されているっていうあの風に捉えていただければと思います。で、なんでアイデンティティが大事かっていうと、信頼のキスなんですね、アイデンティティって。こう、一旦デジタル置いといて、対面でじゃあ何をもって相手を信頼するか。 一瞬ちょっと考えていただきたいんですけど、相手について知っている情報をもとに判断していくと,いくと思うんですね。専門用語で属性ということになると思うんですけど、その属性が本当かどうかで、他者、その人について何かを言っている組織、マイクロソフト社員という属性であるマイクロソフトという組織が裏にあって、他者によって付与されているんですね、属性って。ここで面白いのが、 対面の世界だと結構比較的皆さん自由にいろんな属性の出し入れができていると思うんですけど例えば家族で出す属性と友達の前で出す属性と、まあ、属性を情報に置き換えて考えていただいてもいいですけど、まあ、あと会社で出すあの情報かあの変わってくると思うんですけどデジタルの世界でじゃあ同じことをしようと思うやりづらいっていうのが今現状なんですね一つ。ね やりづらいっていうのも結局向こうからこういった情報を記入,くれ記入しないとサービス使えないよっていうあまりこう選択肢がない世界になってしまっているっていうのがまあ少しありますとそこでこうやっぱり対面でこう気づかれている信頼の気づき方がデジタルではあの気づきづらいっていう課題というかまあそういった現状がありますと。なので、まあ デジタルの世界で ID 管理っていうときはあの、正しい利用者にあの、まあ、正しく利用させること、本当にこの人アクセスしていいので、これ、あのまあ、時間があれば、ゼロストラストの話とかもしあのできればなとは思うんですけど、まあ、セキュリティの,あの領域は、今まではあの、まあ、ファイアウォールですとか、 まあ、VPN とかで守られていたものがやっぱりもう最近あのリモートワークですとか自分のデバイスで自分の携帯でも仕事ができるようになったとっいったときにこうどの人にどのデバイスにどの情報どのリソースどのアプリにどうアクセスさせるかっていうのが非常に重要になってきていてそこの全ての入り口になっているのが、まあ、IT っていう捉え方をネットしていただければと思います。なので アイデンティティを正しくしないとそもそもデジタルの世界に入れないデジタルの世界ではプライバシーセキュリティの第一歩がアイデンティティっていうふうに、えー、と進化してきています。といった時にじゃあ、イベンティ,ティを使って信頼を築くときにやっぱり管理が重要になってきますとで、たいまあ,あのプロセスが3つある。 って言われて最初に識別をしますと、誰がそもそもアクセスしようとしているのか、あの安田・クリスチーナなのか、桃さんなっていたところですね。その後に、じゃあその人が提示しようとしている情報って本当なんですかっていった認証が走りますと、でそれをもとにじゃあどういったアクションを取りますかっていったときに、あのまあ、認可っていったプロセス というふうに捉えていただければと思います。で、あの、まあ、マイクロソフトのマジュラルアクティブダイレクトリー製品を持っていて、私もそこは関わってはいるんですけど、左下にこれ、あの、ソースで組織におけるアイデンティティ管理の基本的な考え方、JNA を拾ってあると思うんですけど、まあ、あの、専門家にここは正直聞いてもらうのが一番いいです。先ほども申し上げたとおり、ここはもう、あの、専門家集団の領域になってきているので、あの、まあ、ちょうど、 コメントにリンク貼ろうかなと思うんですけど、スライドシェアにすごくいいデックが上がっているので、ここらへん少し深掘りしたい方はぜひおすすめです。といったときにあの、まあ、アイデンティ,ティの世界って3つのプレイヤーがいるんですね。まあ、私真ん中にがいるっていうときに、これポインター使えるのかなポインター、レーザーポインター。を使いましたね。 でっ個人にそのまあ属性先ほども言った通りマイクロソフトの社員っていう属性だったら、まあ、マイクロソフトがこの人は社員だよって発行しますとでそれを個人がどんどん使っていくいろんな場所で使っていくリンクドインに登録するのか、まあ、転職するときに見せるのかわからないですけどといったプレイヤーの関わり方になっていますで昔はちょっとこれごめんなさいこれ結構面白いの、ね、単純に好き,な好きなんですけど 昔って認証するときに、ユーザーからあなたのパスワードとアドレスを、まあ、ユーザー ID を教えて、あなたの代わりにログインしてやりたいことやっとくからっていう世界だっていう、実は <laughs>、すごいだから本当に昔って怖い、とてつもなく怖い世界で、これがかなり今、進化してきています。だからもうスマートシティだと、あのまずはあなたの ID 貸して、ログインして、なんかサービスのアクセス権やっとくからって感じですよね。 でそれがあの、まあ、いろいろなプロトコルも o p e n イディ o ネクトがとか私が一番大事な、まあ、よく知られている例だとは思うんですけどあの変わってきていますとで、まあ、先ほど認証認可なんですけど簡単に言うとデジタルな世界のドアがあって、まあ、API だったりあのサービスだったりするんですけどでそのドアを開けるときにあのカ,ードがカードが必要本当私ですっていうカードが必要っていうふうにあのっていう こうまあ、比喩が成り立つとすればそのカードをどんな風に取りに行くかっていうのがあの対面だとやっぱり自分のこうカードをその場で自分の財布から取り出してとかっていうのことができると思うんですけどデジタルでなかなかそれができないので今どうやってるかっていう話をまず最初にさせてくださいで今、まあ、仮に私が好きな例は食べログ食べログにアクセスを まあ自分のブラウザは Chrome でも Edge でも何でもサファリでもいいんですけど、にタブログにアクセスしたい。タブログをくとするとあの、タブログにアクセスするカードを持ってるかいっていうふうに聞かれるわけですよ。でも今は個人が自分でデジタルの世界のカードを見せれないんですよ。個人のもとにこう簡単に。 タベログが検証できる形で私は安田クリスチーナですという情報を私が持ってないので何をするかというとアイデンティティープロバイダーというところにサービスさんにこうリダイレクトをあのさせますと、ユーザーを。で、これ先ほどの発行源が個人に発行していくというあのプロセスがあったと思うんですけど今、このアイデンティティープロバイダーに発行していますと。 で、なんか勝手にちょっとアニメーションが動いちゃってますけど、でまあ、一応、メースのこれが Azure Active Directory っていうサービスなんですけど、で、ここでまあ、あの、アイデンティープロバイダーが好きな方法で認証しますと、パスワードでもいいし、多要素認証でもいいし、あの、バイオメトリックス生体認証でもいいし、で、認証して、本当にこのユーザーさんは、あの、ごめんなさい、アリスってなってますけども、クリスチーナで続けますけど、まあ、s d クリスチーナですっていうふうになった時に、 大丈夫ですよと信頼していいですよとここにカードがあるのであのどうぞどうぞログインさせてくださいっていうふうに食べログが分かってログインさせていくっていうプロセスになってます。まあ、本当はもう少し複雑であのここでフロントエンドでやり取りした後にバックエンドでまあやり取りするってい、まあ、旦ういった意味するとイメージはこんな感じですね。で、あの、まあ、ちょっとごめんなさい、細かいのでいらないんですけど。でまあ どうしてタべログが私をログインできるかというと、このアイデンティティプロバイドを信用しているからということなんですね。というときに、まあ、正直この仕組みがの方がなりこう適しているユースケースもたくさんありますし、実際これで今かなりスケール、ウェブ上のアイデンティティがスケールしてきているので、こ,この まあウェブサイトってところのログインミス Facebook ログインス Google ログインミス Apple ログインウ m ス,ス,スマイクロソフト、全部まあ基本的にはこういった仕組みを使って考えていただいても大丈夫なんですけど、まあ、結局そういった Facebook とかマイクロソフトとかを信頼してるから成り立ってしまっているっていう時に、まに、あ、ちょっとユーザーさんのプライバシーが知らないところであくらかに出たりっていう問題でしたり、まあ、あのじゃあ過去の情報。 を取りに行くときにたまに分からなくなったりとか、あた、まあ、すらここにお金を払わなければなないとか、まあ、問題があるってときに、まあ、えっと、提唱されているモデルとして、まあ、V を使った仕組みになるとどうなるかっていうと、まあ、じゃあもう一回私が食べログにアクセスをしに行くってときに、ちょっと矢印逆でしたけど、<laughs> あのウェブサイトが、まあで 本当に安田クリチナっていうことをあの要は証明してくれっていう時にどうぞどうぞっていうこの ID をすでに私が持っていてこう渡してあのそれを食べログ側が検証できるっていう世界を作りに行こうとしているんですね。 ま、個人が自分でこう識別子を持ってて、クレデンシャルを提供するっていう言い方。なったにまに、まあ、ただソフトウェアとかやっぱり全部自分ではあの作れないので、まあ、やっぱりこういったサービスプロバイダーから、まあ、アプリですとか、まあ、暗号化の鍵、クレデンシャル管理のツールを使っていくって、まあ、こことのやり取り続くんでしょうけど、だからまあ実際にメスはここサービスを作ろうとしているわけなんですけど、まあ、モデルとしても個人が自分で渡していくっていったところに、えっと、 まあ、ポイントですとじゃあ何をもってこの仕組みが信頼できるかっていうと先ほどはここのアイデンティティプロバイダーを信頼してましたけど今度はまあ個人が出した情報を、まあ、簡単に言うと非対称鍵暗号を使っていて個人が証明したえっとものをまあ本当にえっと証明正しいよねっていうのをブロックチェーン上に公開鍵を取りに行って検証してるんですけどまあ ここを誰でも聞きに行くブロックチェーン分散場上にあの情報が書いてあるから、まあ、先ほどのここに依存しなくてもここはブロックボックスになっていなくても検証できるよねっていうところが、えっと、ポイントになってますとでちょっと何残っちゃって話した方もいらっしゃると思うんですけどえっとまあ実際私も 委員をやらせていただいた内閣官房のトラステッドウェブ推進協議会っていう委員会があって、そこの図がすごい分かりやすいので、ちょっと引っ張ってきたんですけど、何やろうとしてたかっていうと、ウェブ上のトラストを、まあ、一番最初に申し上げたそこの対面で簡単にこう属性を出し入れして、信頼を築けるっていうのが、デジタルでは今できたからフェイクとか牛耳いちゃってる。じゃあ、それをまあどうすればよりこうウェブの民主化といいますかできるかっていうときに、 いろんな検討を進めていく、アイデンティティもあも検体部分を占めてはいたんですけど、でそこでまあ議論されていたのが、この信用と検証のバランスが大事で,すで、左の現在のインターネットっていう部分は、まあ、一番最初に先ほど見せたモデル、それこそユーザーさんに ID くれって言ってる世界だったり、まあ、その間のフェデレーションの世界も、まあ どこの間かななんですけど、まあ、こう検証できる部分が小さくて、どちらかというとこう大企業に対するトラストですとかによって成り立って、まあ、大企業じゃなくても全然い、だからこ,うでここが面白いポイントで、そのフェデレーション2回目に見せたモデルって全然大企業に安くできているわけではなくて、ただやっぱり検証できる部分が小さいからこう相手を信頼するっていうプロセス まあ、ステップが重要になってきたときにやっぱり大企業の方が信頼しやすいときに、業はそういったサービスを提供しやすくなるっていうまあからくりがあったりもするんですけど、でそれをこう分散型台帳を導入するとの、まあ、検証可能なところが増えますと、要するに今まではこう、まあ、契約とかをもとに動いていたところがもうちょっとこう、 まあ暗号技術ですよねクリプトグラフィーをもとにこう署名を検証したりとかっていうところがえっと可能になってくるのでこの紫の部分が大きくなってますとただまあ目指すところとしてはやっぱりこう検証 できるところを分際台帳何なりを使って紫のブロックくしつつ、まあ、トラストフレームワークだったりいろんなところをこっちの、まあ、今のフェデレーションのモデルもいいところがたくさんあるのでそこをこう,うまく使いつつ全体としてこのピンクの部分を広げましょうねっていうのがまあ本当はやりたいことですとで、まあ、この世界をどんなまあ実際にユースケース何が嬉しいのかっていうときに今マイクロソフトで注目をしているのがこの3つ 1>, 1つ目はリモートオンボーディング。まあ、コロナになってあの、まあ、新しい方を採用されるときに、相手のバックグラウンドチェックがかなり難しくなってきていると思うんですよね。面接も難しいですし、相手の学歴を調べようにもやっぱり難しいですし、紙で見せてもらうにも対面でいけないのであればこう、バックを郵送してもらってとかってプロセスが挟まりますし、これを、まあ、事前にユーザーに そそれこそ学歴のクレデンシャルを発行しておいたりですとか、といったことをして、あのユーザーが自分でこう自分の証明をしやすくなる。特にそれがあの、まあ、新しい会社での採用ですとか、まあ、会社でも多分サービスとかになる当てはまるかもしれないですけれども、一つ目は使えますと。でもう一つはあの、まあ これから見せるデモの仕組みを使ってそれだけでログインをしていくユーザーが自分で出した情報だけでこう信頼してログインしていくってところは、まあ、まだやっぱりサービスが新しいの技術が新しいこともあって安定はしていないので多様性認証っていう使われ方の方が多いかもしれないです、最初はこう ID パスワードを使ってログ認証をしてただそこの信頼性を高めようっていう時に、まあ、ID パスワードだけじゃなくて そのに忘れるリファイブルクレデンシャルも、えっと、見せてねっていう、まあ、そういう使い方ですかね。もう一つはあの、セルフリカバリー。今、まあ、これも残っちゃうかもしれないですけど、今、パスワードを忘れてしまったりっていう時とか、うん、まあ、 食ベログみたいな、こう信用求められている信用度、アシュアランスレベルって言うんですけど、が低いサービスに関しては簡単にメール以降でリセットできると思うんですけど、それこそ社員証なくしたですとか、より重要な信頼レベルの高いあの自分のご属性をしてしまった場合、それをこう再発行してもらうとなかなか手間だと思うんですよね。それこそ電話したり、対面で行かなければいけなかったり。 っていったときに、あのまあ、それをデジタルで、もうよりさっきのクレデンシャルを使うと、検証レベルが上がるので、あの検証しやすくなるっていったところですね。ちょっと、でも、ここでお見せしようかなと思います。その方がイメージ湧くと思うので、ちょっと待ってくださいね。今、スキャンをして。 あれいかんないですね。本当に、でも神様っていますよね。さっきやったときはうまくいったんですけど。いけるか。 行けましたねで、共有します。共有はできてるものの、映ってないので、こっちに持ってきて、で、えっと、これかな。 はい今、MS が作っているサービスが、マイクロソフトオーセンティケーターっていう、まあ、皆さんも2段階認証で使っている方もいらっしゃるかと思うんですけど、で普段は左にここにオーセンティケーターっていうところとパスワードっていうところだけがあるんですけど、このクレデンシャルズっていうのが今回話す分析になったらしいサービスなんですね。で、ここをまあクリックしてあげると、 こんな感じにカードが入っていて、あのまあ、本当に UI、UX を分かりやすくするためにイメージは本当に自分のお財布、普通に持っているお酢と同じ感覚でこういった属性をデジタル上でも出し入れでき,るっていうとできるっていうところが今のところのゴールの一つにはなっています。で、まあ、この KO が実際に今、KO 大学とやっている実証実験のサンプルなんですけど、 まあ今,今回やりたいのはこれではなくて、ちょっとここがすでにもらっちゃってるので、一回消しますね。で、ここがもうユーザー中心っていう時の、もうユーザーが自分いつでもあのクレデンション削除できるっていうのも新しい価値の一つになってますと、つまり今結構例えば困ってるのが、どこかのサイト、もう一つの目的で必要でアカウントを作ってしまって、 もう必要なくなって、そのアカウントを <laughs> したいんだけど、なかなか消させてもらえないとかっていうのがなくなるって考えていただければいいんですけど、で、この左にあのウェットグローブ、まあ、ウェルカムっていうサイトが出てると思うんだけど、先ほど紹介したリモートオンボーディングの例でちょっと説明をします。まあ、私が新しい社員でデジタル社員証をあの発行してもらいたいっていうシナリオの時に、 まあ、マテュウさんだとしますと、私が。で、まあ、すでに私のウォレットの中にあの、検証済みのカードが入っていたとしたら、全然このままあのデジタル証明書くれっていうプロセス、ステップに行けるんだけど、まあ、消しちゃったのでないので、もう一回もらいに行きますと。で、ここは今ちょっとパートナーシップを組んでいて、まあ、オンフィードさんとか、アイデミアとかが、あ,の、まあ、ある意味、その、 でもオンラインバンキングとかでオンボーディングするときに自分の社名をアップロードでマイナンバーの写真を上げるじゃないですか、それをまあ裏でやっぱりそれを確認してくれてる業者さんがいるわけで、まあ、その業者さんだと考えてください。で価値はまあ 今はどのサービスにオンボーディングするにしてもあの、毎回社名をアップロードして、マイナンバーカードアップロードしてってやらなければいけないんですけど、それがまあ1回ですむ。1回このカードをもらっちゃいさえすれば、そのカードをいろんなところで使えるっていうのが、まあ、イメージなんですけど、で、えっと、まあ、さっきのイメージ通り、社名をアップロードして、あの実際にドキュメントのニューヨークに住んでいるマチューさんですと、 でまあ、次行っていくと,ちょっと、実際ここ多分もうちょっと時間がかかるんですけど、デモなのであの検証が終わりましたと。で、時にあのここの右上に QR コードのこの画面があると思うんですけど、そこをクリックしてあげると QR コードがスキャンできるので、ピンはちょっと今まだこれパブリックプレビューなど残ってるんですけど。ここに ピン入れてあげるとこのカードをあなたのウォレットに入れてもいいですかという画面が出てきますで。ここでポイントが、ここ、ウェ r i f i になっていると思うんですけど、ここに鍵マークついてらっしゃるじゃないですか、あのウェブサイトって。これって、まあ、ブラウザ側がすでに検証していて、このサイトって信頼できるよって意味,だと意味なんですけど、それと同じことです、ね、ここのあなたにクレデンシャルを発行しようとしているこの w o o グ g l o b e さんっていうドメインは信頼できますよってプロセスが。 裏で入ってますやっぱもういろんな分散 i の世界って今結構様子技術が何個かあってそれを組み合わせていかにそれこそプライバシーだとか分散型ってモデルを生かしていくかっていう世界なので単純にこうまあ技術の話踏み込んでもいいんですけど分散型識別子とウェリファイブルクレデンシャルって技術をつだけでこうセキュアでプライバシー プライバシーがもられている分散 ID の仕組みになるかっていうと、ならないって考えてもらった方がいいです。まあ、ちょっと余談でしたけど、まあ、カードをえっとウォレットに追加しました。ここにまあ2枚目のカードが入りました。で実際にあの、まあ、クレデンシャルインフォっていうこの情報を押すと、たくさん入ってます。と。で、 まあ実際にねマイ、マンバーカードみたいなカードアップしたので、名前だけじゃなくて、住所ですとか、あと面白いのが、あのまあ、よくゼロ知識証明で、あの実際にここの、あ自分の誕生日を言わなくても、何歳以上ということが証明できるっていう例があると思うんですけど、まあ、目指している世界はそういった世界ですね。だからここ、ここに年齢ってところに私の誕生日が入ってるわけではなくて、何歳以上っていうのが証明されてますっていう、こう入ってるっていう、ここ実は。 細かいんですけど、意外と私のポイントです。で、まあ、クレデンシャルをもらいましたと。で、元のデモの方に戻って、じゃあ、あの、ウッドグローブってを採用してくれた会社のウェブサイトに行って、ここにも QR コードが出てきました。でもう一回スキャンをしてあげると、ウッドグローブさんが、さっきはこう、まあ、スキャンして、 あの信頼をオフラインである意味気づいて、まあ、実際に人が動いて検証してくれたんですけど、ペットカードってるかなって。でここは、あのもうそこをや,やる手間を省くために、そうい,そういった認証,検証認証が終わってるよっていうクレデンシャルカードを見せてっていうリクエストが飛んできているわけです。だから、このカードにツルアイデンティティを発行している、このカードになどないとか、 検証済みの属性が入っているのを知ってるから、これを見せてっていうあのお願いが飛んできました。で、まあ、いいですよと。で、ここも、ここが v イドになっているので、まあ、実際に私の会社だし、まあね、まあ、共有しないこともないかなって言って、こう洗うって押して許可して、あの共有をすると、ここにあの検証しましたと。で、検証した情報をもとに、今度は電子、 社員証を発行してあげますよって、えっと、出てきましたと。で、またスキャンをして、えっと、七八でしたっけ違った。七八九で、またあの自分のウォレットに追加しますか追加します。っていうのをやってあげると、さと同じ最初の画面に戻りました。このトゥルー ID って書いてる方が、私は本当に安田クリスチーナですっていう。まあ、日本だと多分マイナンバーカードをもとに1回、 まあ、マイナンバーカードデジタル化っていうふうに考えてもらってもいいかもしれないですけど、いものを発行した後に、それをもとにあの電子社員証を、えっと、発行してあげましたと。で、まあ、まあ、私みたいなあのギークは、こういったカード入ってただけでも嬉しいんですけど、普通の人はそうではなくて、やっぱりこのカードなんか使いたいよねってなると思うんですけど、例えば、 今、オンラインの世界で、まあ、それこそ学割とか社員割とかってなかなかきたいじゃないですか。その理由って、結局、真ん中で見せたフェデレーションのモデルで、こう学割を提供したい企業、の学割、この人は本当に学生だよって、情報を持っている企業の間で、まあ、約束事をしなきゃいけないんですね。コンフィギュレーションデータを共有したりとか、フェデレーションをセットアップして、これがなかなかめんどくさい。ただまあ 理想はこういったベース ID の,あのこのカードの仕組みを使って個人が自分で提示できるのであのそういったメデレーションのセットアップがなくても、まあ、学割なり社員割を提供できるようになりますと例えば まあ、社員割を提供しているサイトがありますと、ちょっと弊社のサーフェスで恐縮なんですけど、で、ここにあの、コーポレートディスカウントって、ごめんなさい、英語で本当申し訳ないんですけど、ディスカウントっていうのがあって、ちょっと社員割欲しいなと、ちょっとね、600ドルも払いたくないなとっていうときに、また、あ、出てきました、QR コード。つってあげるとあの、社員証、電子社員証にアクセスしてもいいですかって許可が来てるので、OK ですと。社員割欲しいんで。 どうぞどうぞ使ってくださいと。ってなると自動的に社員割が提供されましたと。でこれ今の仕組みであればこういったカードの仕組みじゃなくて今の仕組みであれば事前にこう会社にその社員割を提供したい会社に聞きに行って なんかこうメールアドレスなんなり、こ,うこの人の人が本当にその会社の社員だよっていう何らかの形で検証する仕組みを導入してあげてっていうプロセスを走るんですけど、まあ、それがなくこうスムーズに社員割を受けれたっていうあの、そういう、えっと、ユースケースになってます。はい、ちょっとだいぶ丁寧に話しちゃったけど、で、えっと、 まあ今のサービスの裏側がどうなってたかっていうと何をもって分散 ID って言ってるかっていうと実はあのまあ検証するときにその署名が入ってるんですね本当にウッドグローブっていう会社がしましたっていうウッドグローブによる署名が入ってるんですけどその署名を取りに行くための鍵が PKI って皆さん聞いたことあると思うんですけど、パブリックキーフラストラクチャー公開鍵基盤とも言うんですけど、がブロックチェーンになってますと。で、マイクロソフトは実際にビットコインブロックチンーン上のレイヤー2である、えっと、アイオンっていう仕組みを使ってます。ごめんなさい、これ、ブロックチェーンのセミナーじゃないですもんね。あまりこう語っても意味ないか。っていうのをもとに検証して、で、かつこのミリファイブクレデンシャルっていう、まあ、そういった基本的決まったデータフォーマット、 に基づいて共有しているってまあそういった仕組みになっていますと。で、まあ、実際に日本では、えー、と先駆的なユースケースとして慶応大学さんと、実際でデジタルアイデンティティ基盤ということでやらせてもらっていますで。さっきの仕組みと当てはめると、まあ、発行者がいて、分散台帳にあの、まあ、鍵ですね、公開鍵を書き込んで、それをもとにこう検証していく。で、あのまあ、さっきカードも見ちゃってるので、これは。 新規せないかもしれないですけど、まあ、さっきあの、マイクロスフトセンティケータっていうウォレットに入れたんですけど、全然ブラウザーのウォレットを使うこともできます。で、まあ、ちょっとそろそろ時間もあれなんですけど、スマートしテ文脈におけるじゃ価値は何だって、多分これがキースライドなんですけど、まあ、一つは、えっと、プライバシー、よくやればプライバシーを担保することは可能だと思います。で、一つの価値としては、えっと、まあ、真ん中に見せたモデルって、 ファザーがリダイレクトされて、あの他の要は第三者がクレデン属性を提供していたじゃないですか。つまり、あのログインウィスフェイスブックですとか、ログインウィスマイクロソフトのすとマイクロソフトやフェイスブックに当たる人たちが、個人がどこでどんな属性を使ってログインをしているかっていうのが筒抜けなわけですね。まあ、だからそれを使ってケンブリッジャナリティカみたいな騒動になるわけなんですけど、 でこれが要は個人が自分でミスれるようになる,って言ってなると、一回個人にカードを発行してしまえば、その後、個人がそのどこで作るかっていうは、発行には分からなくなるので、そういった意味だと、ユーザーのトラッキングがこうやりづらくなるっていうのは一つあります。でもう一つはまあサービスのスケーラビリティ、特にそのスマートシティみたいな文脈でもう、 サービスがじゃデジタル化されていく、もリアルタイムで提供していくっていう時に、まあ、極端な話も車の鍵がこうなんかフィジカルなものの鍵じゃなくて。 とかっってなった時にそれ全部今のログインの仕組みが走るってことなんですけどそれで毎回こうフェデレーションみたいな仕組みを事前に企業同士合意してっていうのをやるとするとやっぱりもう時間かかるのでなかなか実装に時間かかる可能性があるのでそこでもう一回ユーザーに発行しちゃってあとはユーザーがそこをそれを使っていくってモデルの方がまあ全然まだここ実装はされていないので今後 どういったアーキテクチャを作っていくか次第ではあるけど、まあ、理論上は可能です。でそのより、まあ、IoT ですとかよりこうエッジに寄せるって、あのー、する人もスマートシティでやっぱりそのエッジのコンピューティングパワーが大きくなってより多くの,その認証認可が、まあ、大企業のサーバーよりかはエッジで行われる時に、まあ、こういったカードのモデルがより適しているのかもしれないですし。 で、まあ、もう一つは、えっと、まあ、あるとすれば、ユーリティ。利用者による、あの、セルフリカバリー。まあ、こう、車をアプリで開けるってなった時に、何か間違って、あの、開けれなくちゃったら困るじゃないですか。で、それを、こう、デジタルで、あの、 なんだろうもう一回再発行してもらうために数日かかりとかってなるとやっぱりワー枠なのでこれはまあこういったカードの仕組みでリカバリできるともしかすると嬉しいあ,のあと他のし都市と例えばライズワーカーの人が考えると思うんですけど他のこのカードってうまあ、く作ればあの、まあ、日本中どこでも使えるっていう世界観が慣れ立たらなくもないので年ごとにそれぞれ作ってっていうプロセス煩雑なプロセスがなくなったりもする。 でユーザーから見ると、まあ、管理する必要ならップ数が減る、まあ。覚えなければいけない ID、パスワードが減るっていうこと。またさっきのデモだと自動的にこ,うこのカード見せてっていうのが自動的に出てきたじゃないですか。そこもユーザビリティ向上の一つで今だと自分であれ、このサイトにログインしたとき、何使ったっけ ?Facebook 使ったっけ ?Gmail 使ったっけ、まあ、私よくやるんですけどそれがなくてこ,う、まあ、これくれる っていうのがもう出てきて、あ、いいですよって、ユーザーを付加するだけっていう世界がを作ることも可能。であまあ、セキュリティは、まあ、多要素認証って意味ではできると思います。もうちょっと高、こう、講なセキュリティはもっと考えなければいけなくなりますと。で、ひつ、ちょっとこれは言っておきたかったのは、まあ、結構スマートシティの文脈で分ス ID を話すと、じゃあ、その、 分散導入すればこう保険会社のデータとあのバスを使っているところのデータとが全部なんかこう見れるようになるんですよねっていう多分期待をされている場合もあるかもしれないですけどまあ許ってちょっと強く書いちゃいましたけどこれがまあ多分すぐ実現できるってよりかは実現に時間がかかるってふうに考えてもらった方がいいと思います。まずはこういったもうスマートシティのセキュリティプライバシーを高めていく。 まあ、スマートシティが何を意味するかにもよると思いますけど、まあ、デジタルなサービスへの入り口を開けるときによりプライベートによりセキュアにやっていくときに使っていってでも結局、ほら今の多分デモも話してきているユースケースも何かのアクセスを与えるためにそのデータをくれっていうところだと思うのでその情報を使って何かサービスを提供するからくれっていう聞き方ではないと思うんですよね。 だから今は全然この臨床認可っていう,こう入り口ドアを開けるっていう使い方の方が多いです。この世界は分数 ID みたいな世界。まあ、将来的に全然これがあの情報共有。例えばあの今は A 社、A 社さんは B 社さんの情報を、ユーザーの B 社の情報は知らないけど、まあ、こういったカードを使えば極端な話、共有できなくもないので、ただまあ、すぐには難しいかなっていう方が。 えっと、芸術的だと思いますでこれまあよりイメージ湧くためにデータをもと、まあこれ会津若松さんの、えっと、デジタル情報プラットフォームっていうのを引っ張ってきた見たことある方も多いとは思うんですけどあのここに個人認証基盤って入ってる時にじゃあここにこういった分散 ID の式も入れたらどうなるっていうと多分ここのいろんなデータをもとにあの個人にカードを発行するプラットフォームがここに あるっていうのが、まあ現実なのかもしれないです。まあ、いろんな作り方はあると思います。ただ一つとしてこうまあ、市がまとめて発行するって。やり方もあれば、とりあえずその相互利用可能な形でまあそれぞれ発行しちゃってっていう形でまあ、とりあえずカードを個人が手に入れて、それを使ってこう。いろんなサービスでサービスの入り口を突破できるっていうまあ。そういうえっとイメージですね。だからここがこう。 全てのカードをこうまとめて1箇所の基盤で発行するというイメージよりかは、まあ、共通のプラットフォームを使って各発行源が発行していくというイメージの方が近しいと思います。ちょっと微妙にニュアンス違うんですけどで実際にまあ今は本当に全然あの課題検証ん実証実験の段階でこうこうあの広いスケールで全然実装できているわけではないので。 やっぱり総合運用性、分散 ID っていっても、いろんな技術、要素技術が今乱立しているので、それをつなげるためにどうすればいいのかっていったところ、あと、分散 ID だけの世界って、やっぱりなかなかしいので、実際にセキュリティ面でもあの、スケールっていう意味でも、だから既存の仕組みとどう組み合わせるかっていうベストプラクティスの確率が重要になってきていると同時に、多分説明しても、まだやっぱり、はてマーク浮かんでる方多いと思うんですけど、 このまあ、本当に簡単に誰にでもこの仕組みを使ってもらうための e y x って何だろうっていうのも重要ですしあと法的な整備もやっぱり重要ですよね多分今日本の法律でもドイツの人と話したメルケルさん直下で自己試験型遺伝子のプロジェクトが動いてて次の2週間で要するにこういった自己試験型 ID みたいな個人が自分で見せても あの今の EKYC、リダイレクトして銀行がする EKYC と同じレベルで使ってもいいですみたいな法律を作ろうとしてるって言ってたりもしたので、まあ、法的なバリア、ここ、まあ、私の一番の専門性ってわけではないので、あれなんですけど、このバリアもあるっていうイメージです。すいませんね、久保さん。だいぶオーバーしちゃいましたけど、こういった感じです。はい。まあ、他にもスライドはたくさん用意してるんですけど、一旦ここでちょっと視野止めます。 はい、やっさんどうもありがとうございました。結構難しいんで、いやその別はね、あのー、当たり前のこともあったのかもしれないけども、僕なんか問題感だから結構ね目がまんまるなったのを見てました。<笑><笑>ありがとうございます。まあそこのまんぽどこから減らせばいいですかねっていう。<laughs> うん。でもあれこれってでもこの考え方っていうのはあのー、今最先端という感じなの。それともうそろそろ入るよみたいなところができてるって話なの。 考え方っっっってて実はずっとアイデンティティィ業界の人たたたちってやりたかった感じなんですよねだからもう4回くらいこんなふうユーザー中心に作っていこうっていうあの動きはあって実際マイクロソフトも20年にもう顕微鏡事件以前に似たサービス本当に似たサービスを作っていてただ今までは一つフライしなかったのはあのー、やっぱりこのカードをどこで使うかっていうところがポイントなんですよね。 そのログインミスフェイスブックみたいな話も食べログみたいなサービスさんの方が多いですから無限にいるじゃないですか、インット上に。うん、彼らが本当にこの仕組みを使ってくれるかっていうのがすごい導入のポイントで、でそれまではあのなかなか壊わられなかったキャズム、ただ今、い、ま、ろ、あ、んなプライバシーの盛り上がりとかいろんな観点から、まあ、いけるんじゃないかっていう波が、まあ、4つ目の波言ってるんですけど、が来てますと。 だからまあどうなるかは正直難しいです。一概にうまくこ今のベース ID の企画がしっかりしてきたからうまくいくとはやっぱり言いいたいですよね。うん、なんかねその個人にとってはこの方がいいじゃんっていうのが伝わってきたんだけどあとあれだねやっぱこれ、あのー、さっきの食、ね、べログみたいな話もあったけどこれを使いたいっていうその業者さんがね増える、まあ、キャズムって話もあったけどあと UIUX の話。 これ簡単だから使いたいねっていう一般の人たちの声がどのくらい出てくるかっていうところにかかってるのかなこれ。多分やっぱりそのサービス側ですよね。だからそれこそもうスマートシティみたいなところで一気に入れるのであれば、うん、もう多分半反強制的にサービスを提供するときはこの仕組みを使って日証認可しましょう。あの個人にアクセスを与えましょうっていう枠組みがあると ちょっと難しいかもしれない。ただ、やっぱりおっしゃる通り、ユーザーにとってのメリットは一番分かりやすい。その次に分かりやすいのは、うん、あの、アイデンティティプロバイダーっていう、まあ、エミッターにこういった提供しているところで、やっぱりコストがすごくかかるんですよね。オーディットとか、とか、それを減らしたいっていう思いはあります。とてり本当に使ってくれるサービス側さんっていう、そういうところをいかに超えられるかだと思います。なるほどね。たね、世の中的に言うとね、 アイデンティティープロバイダーなるものが存在してるってことを明示的に理解してる人はま<あ> <laughs> そんなにいないかもしれないね。こんな人たちがいま<だ>、うん、おっしゃる通りで、ただ今回この、まあ、難易度をあえて選んだっていうのも、分散アイデの世界ってここまでやっぱり理解しないと、ちゃんとしたユースケースが浮かないのも多分あるんですよね。 多分何を持って分散っていうかもちょっと今多分いろんな考え方があってこうブロックチェーンを使ったから自動的に分散型のアーキテクチャになるわけではやっぱりないしあとやっぱりこの私の属性を保証する発行源がっていうそこもやっぱり変わらないのでそこはあのただ やっぱり検証がポイントだからその,あの目玉焼きの図が結構ポイントでこの今のオンラインの世界でデジタルサービスを提供するときにその検証可能性を検証可能って部分をいかに広くかったときこの分散大腸ベースの分散 D が使えますっていう背景なんですよねうん, <laughs> うん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 まあその大企業だからトラストがね高かったっていうところをベリフィケーションの方を 充実だかね。これってね、例えばその、なんていうの、まあ、これちょっと僕が言うと違うんじゃないという人もいるかもしれないけど、大企業の中でも金融機関って比較的ね、そういう、この人は本人だっていう確認する業務っていうのは、やってきたこともあったりとかして、あとお金を扱ってるっていうところもあったりして、それなりに社会的な信用日本では得てはいるんだけど、そういうところはやるっていうのはあるのかしら。 あすごいありだと思います、うんうんうん。ありですし、ただ、まず人,人に限らずあの、もう一つここで注目されといるユースケースとして、サプライチェーンもやっぱりあるので、そこの行きましだと、やっぱり銀行みたいな、すでにやってるところをやるのが自然なんですけど、同時にそのサプライチェーンみたいに、1箇所で発行して、 本当にその人が発行したんっていう,こう、そこの検証が難しいところで、誰でも分散団長に聞きに行けるっていう、そこは魅力的っていう、あのもう一つ自然に出てきたユースケースの一つ、そういういのありますただ、ね、MS が強いのは、たまたまそこのやっぱりワークプレイスクレデンシャルってことで、カタカナ多くて申し訳ないんですけど、その仕事場とか、そういった、まあ、おっしゃってた銀行のこうハイレベルな、あのかなりこう、 きちんとやらないと本当に怒られるっていったところが強みなので、そこの視点から話してはいたんですけど、サプライチェーンのところもすごい盛り上がってますね。うんサプライチェーンのところで盛り上がるっていうのは、やっぱりそのマイクロソフトみたいに、なんていうか世界中で、ね、バリューチェーンを広げてる、まあ、そのフットプリントがあるところはやりやすいっていうことにつながるのかな。だとすると、やっぱりで大企業が。 そういうのを担うっていうのが一つの選択肢になってくるっていうことなのかしらそういういいことでもないのまあ一気にサー、うん、ビスさんに使ってもらうっていう意味で今のジャ l a g e l a x i v e d i r e ベースのログインにここら辺組み合わせて使ってもらうっていうのは多分 MS はやりやすいですしうん、うん、同時にあのさっきのフェデレーションとのバランスまあ既存のその技術 認証のやり方と組み合わせがポって言ってたんですけどそこでワンビリオンマンスリーアクティブユーザーが今 MS はいるのでそことうまく組み合わせば、まあ、ユーザーはがいるっていうのはありますけどそれを MS がちゃんとねやり抜ける保証はどこにもないですし AI はそっちの方に行ってるかどうかもちょっと今完全にあの MS のハットを外して話してるのでだでも結構 MS の大きな部屋にしてスタートアップがチャレンジしてきてる分野ではあります。結構、MS に対抗し,しようとしてるあアメリカのスタートアップたくさんで、日本にもあのコラボゲートさん、ここら辺やってますし、もっともっと日本はいてもいいかなと個人的には思いますけど、<laughs> あと <laughs> 韓国も盛り上がってますね。韓国と中国、中国もなんか分散入りの仕組み使ってやってますって言ってるんですけど、でも、 知力が言ってる分散 AD ってっててなこの分散台帳をパブリックチェーンにせずにそれこそコンソーシアムベースのプライベートチェーンにしてしまうと、うん、誰でも聞きに行けるから分散型じゃんトラストが分散してるじゃんっていうのが成り立たなくなっちゃうんですよね同じ分散型台帳を使ってたとしても、うんうん、結構そういうニュアンスが大事なんですよね結構ごめんなさいアーキテクチャの図とかも見せちゃったんですけど、うん、なるほどね なんかあれなんだけど、これ、まあいろんな人がね、一攫千金で入ってくるマーケットだと思うけど、クリティカルマスを早く取ったところが、まあ、なんていうのかな、後のところのあのエントリーバリアーになっていくっていうか、なんていうかな、国がやるっていうのは強制力の発動なので、まあ、みんなこれやらなきゃだめだよっていうのは一つのやり方だけど、あとは本当、でかいところが、 あのー、クリティカルマスをもを世界中で持ってるんでみんなこれに入った方がいいよと新しいもの作ったって大変なわけだよみたいなねいうので行くのかなーってなんかこう未来像がそんな感じなのかなーなんてちょっと思ったりもしたんだけどうーんどうなった俺、ね。<laughs> <laughs> 質問がいくつか来て答えていこうかと思うんですけど、うん、えっとじゃあねちょっと待ってね僕の方で、えっと、読み上げましょうかね。うん、うん えっとね、まずイリア・ガルチンさん。えー、と本名は分かんないんだけど、この前からこのペンネームで参加されています、えー。有意義なお話ありがとうございます。プライバシー関連ですが、本日ご紹介いただいたシステムでは、第三者へのお問い合わせなく、えー、認証認可が可能とありましたが、毎回の認証を行うたびに個人情報がインターネット上に出るという認識で間違いないでしょうか。また、Facebook や Microsoft のトラッキングを避けられるものの、 どこかのオンラインサーバーに保存されているということでしょうか、えー、近年は Google や Facebook のプライバシー設定、トラッキングされないと細かくなってきている中、一番大きな差別化はどこになりますでしょうか長いな。あみさみだれ式で申し訳ないですすべてスマホありきのシステムなので、<laughs> スマホが盗まれたりしたらアイデンティティもすべて盗まれるということにならないですかねという。いっぱいスマホかってないですけど。 ちょっと他にもいい質問来てるので簡単にお答えすると、うんまあ、インターネット上に出るっていうそのインターネット上の定義にもよるとは思うんですけどあのここはもうプロトコルの派なのでいかにこうじゃこのスマートフォンからあのブラウザなりに流していくかなので、まあ、エンクリプトするあの、うん、それでも見えるっていう方法もありますし ただやっぱり携帯を使っちゃってるのでバックチャンネルが使えないのでフロントチャンネルに流れるって意味ではあのその認識、まあ、インターネット上っていうのと同義ではないんですけどフロントチャンネルでやり取りがされていてだからやっぱり何が重要になってるかっていうとじゃあ今回マイクロソフトオーセンティケーターがウォレットになってますけど本当にそのウォレット信頼できる本当にそのウォレット際はっていうのを今やろうとしていて こういったあのカードをこう保存できるウォレット、携帯上のウォレットのセキュリティのチェックをつけて、それをクリアしないとできないから、まあ、そこでこうインターネット上に出るというか、まあ、フロントチャレンジで,で共有はするんですけど、よりちゃんとアイスするという取り組みが始まっていて、情報は今、基本的には、えっと、デバイス上をされています。 と、最後の質問にあのスマホが盗まれたりしたら盗まれる、すべて盗まれるってことなりかねないので、バックアップが必要って言われていて、マッ、まあ、クにバックアップをするっていう選択肢も、えっと、作ってますで。で、これ、私この前、すでのドキュメタリングとを考えさせられたのが、まさにこう毎回発行機に問い合わせることなく共有はできるものの、まさに逆にこの 1>, 1個をハッキングできたら、私に関する情報はすべて一気に手に入っちゃう可能性が出てきちゃうじゃないですか。それって逆に怖いんじゃないかなって思ったりもやっぱりしなくもない。ただ、多分ブロックチェーンの道理でいくとこう、まとめてハックして一線まあ一応の情報が一気に手に入る。入らなくなるからハッキングするインセンチブが下がる。でも逆に、それこそじゃあ分かんないですけど、菅総理の携帯を。 ハックすれば1箇所にもうすでに菅総理に関する情報が全部集まってるっていうのであれば、逆にそっちハックすればよくないってなりかねないのかなって、まあそこは本当だから議論してかしてなければいけないポイントで、ここは全然今完璧にできてるっていうつもりはなくて、で、Google やプライ Facebook のプライバシー性が高くなってきている中、 でもフェイスブックって Google と特に結局ブラウザーですよね。すべてのアイデンティティのやり取りの間にブラウザーを入れるって、やっぱり業社さんって望まないなので、ここのプライバシーセットとこっちのプライバシーってもしかすると同義ではない。で、フェイスブックも同じですよね。やっぱり一サービスでしかないので、今話してるのともうちょっとこう大きな絵なので、あとここのクレデンシャル 分散 ID の価値の一番の価値って、やっぱりプライバシーだけじゃなくて、検証可能性ってところなので、検証可能性っていうところを差別化にしていくのかなと思います。すみません。以上です。<laughs> ちょっとこの分散 ID の話って、日本の企業でいうと、あとどこがやってるのマイクロソフトさんはやってるんだけど、あと日本の企業でやってることころってあるの日本だと ちょっと名前っていいかわからないですね。ね MS サービスを使っていろうとしてくださってる会社さんはいますけど、うんうん、ゼロから作ろうとしてる会社さんはあんまり聞かないです。まあ、<ー> IBM がハイパーレチャ,、うん、ャーベースで作ってるので、それは全然使おうと思えば日本でも使えるのかなと思います。うん、はい、はいます。研究的なパブリックプライベート知恵なので、そこはあのフィロソフィー上結構あの離れてます。<laughs> うんうん はい、ありがとうございます。えっと、続いてね、えーえーえー、エグささん、えー、著作権、過去コピーライトの個人認証に利用できそうですが、何かそのようなユースケースとして POC の実績があるのでしょうかというご質問です。コピーライトの個人認証って、それこそ N NFT の使い方ですかね。ではその、ちょっと、わかりますエグマさん。 <laughs> いやあ、ね、れね要するにこの著作権はこの人にあるっていうことを証明するための手法としてこの分散 ID っていうのを使えるんじゃないかって言ってるんだけどそういう事例ってあるのっていうこの写真は私が撮ったのですとかのこの文章は私のですみたいな、まあ、n e t の世界にいたところを組み合わせてやろうとするっていうのは 出てきてきますねただそれ MFT だと e ーサリ i ムチェーンにでも依存しちゃうのでスケールしたっていうと多分してないでも理論上はできると思います個人的にはあんまりここのユースケース聞かないですし大きなものはないかなって印象なんですけど理論上はできると思いますこのデータフォーマットの中に、まあ、ただ問題になってくるのはこう著作権を証明しようとしているものをいかにこの個人 の識別紙に紐づけるかだと思うんですよね。まあ、これ永遠の課題なんですけど、発症していれるのか、うん、それができたりすれば、もう個人は、その鍵で証明できてますっていう仕組みは、さっきデモした仕組みで作れるので、そこの保有権を証明してあるアートをいかにそこのデータフォーマットとして表現するかさえ解決すればできますね。うん、はい、わかりました。ありがとうございます。 えっとね、続いて、トミーさん、えー、っと貴重なお話ありがとうございます。MS のようなテックベンダーの最新の動向が分かり、大変参考となりました、えー。エストニアの電子政府の仕組みでは、ユーザーが自分のポータルサイトにアクセスすると、IDP 側、または SVP 側のスタッフが、誰がいつ自分の情報を参照したかが確認できますと。 スマートシティの場合には公共性の高いサービスと民間のサービスが混在するため、ユーザーが IDP 及び SBP の個人情報へのアクセス状況をチェックする機能を実装することが重要と考えます。MS 社ではユーザーが IDP、SBP 側の個人情報をチェックする仕組みの実装は想定していますでしょうか。なお、ここで言う SBP 側とは、例えば警察が 交通違反の履歴をチェックする等といったケースですちょっとエストニアを例でした。す晴らしいです。でもエストニアのところよりも、ここのスマートシティの場合、まあまあ、警察みたいなところでユーザーの情報を i d p s で i p チェックしなければいけないっていうのがまさにそうで、あの、だから結構、ここのベース i d のサービスを歌うマットアップさんで、 全部プライバシーになります。もう全部もうユーザーだけが管理できますっていうマーケティングもたまに見かけるんですけど、正直現役ではない部分かもしれないです。特にスマートシティの文脈においては。で、MS のサービスは作ってます。あの、エンドポイントのもちろんユーザーに設置した上で、SVP 側があの情報を確認したいってなった時に、確認できるエンドポイントはえっと、作ってます。 ここの仕組みは可能といえば可能ただまあエストニアの仕組みは同じデータ多分別異なるあのあの役所で使っているのでそこと同じかどうかは疑問とあと今 MS のサービス使っさっきのデモしたサービス使ってアイルランドとニュースの政府 SSO、まあ、ログイン画面作ってくれていて彼ら何やってるかっていうと最初の政府のサービスへは普通にパスワードログインするんですけどその後に要は検証してくれた方ツイッターとかもあるじゃないですかその普通にログインできるんだけどチェックマークつくのは選ばれた人のみみたいなでそこのチェックマークつけるのやっぱりツイッター社からもっと質問が来てった時にあの まあ、仮に生徒のマイナーマーカーを提出してとか、なんか他の書類提出して、自分の身元をきちんと確認してくれた国民には、v e l i ブック、先にデモみたいなのを発行してあげて、それを使ってより多くのサービスが利用できるようになるみたいな、えっと、使い作り方、使い方をして検討している政府も今出てきていて、ただ、あのどっちも。 ニュージーランドもアイルランドも日本のまあちょっとい色ゃいろな国なので日本でやろうとしたらもしかするとやっぱり自治体規模がいいのかもしれないですね。確かにねあの。エストニアとかシンガポールとかみんなちっちゃい国はね、その辺パパパっていくんだけど日本の場合は自治体単位じゃないと一気にはいかないかもしれないですね,、えー、とね。竹村さん、理解できていない質問かもしれませんが、アイデンティティープロバイダーが新しいビッグブラザーになる可能性はないのでしょうかっていう。 なるほどなという質問ですけどどうし池村さんありがとうございます。今のデモのデモ見せた仕組みって、要するに、アイデンティティプロバイダーがビッグブラザーになる可能性があるから、アイデンティティプロバイダーじゃなくて、個人が情報を見せるようにしようって動きなので、まさに多分、アイデンティティプロバイダーがビッグブラザーになる可能性から、うん、あのこういった分散 ID ID でっ,ていった可能性はブース ID の動きを後押し,してるで多分考ええもらえようた,ただこのビッグブラザーになる可能性はやっぱりユーザーからすると怖いですけど実際問題それでビジネスが成り立ってるのがあの世界なのでそこのこう、うん、スイッチングポストの1センチほど作るかはこうビッグブラザーに対する脅威と、まあ、ちょっとまたあるのかなっていう肌感覚ですね。 だからあれなんだろうね。その、アイデンティティプロバイダーなるものが存在していて、事実上ビッグプロバイダーなんだよっていうところがあんまり知られてないから、まあ、うーんっていう感じでみんなあ今あるサービスを使っているんだけど、そういうストーリーがあのいろんなところに広がってくると、やっぱまずいんじゃねえのっていう世論になってくるのかもしれないですね。やはり、その、安田さんとかはね、もう毎日その世界にあの、ね、生きていらっしゃるからあの、よくご存知かもしれないけど、なんか一般の人は知らないんじゃないかと思うので、これ。 ただ多分区別すべきはあの、うん、カスタマーアイデンティティとエンタープライズアイデンティティと言うんですけど、カアイデンティティが、うん、私たちがよく接する今回でも例に使わせていただいた食べ、まあ、ログエンのログインとかそういったところはケンブリジャーナリティいな知らないところで情報が全部集まって私の投票行動が左右されてるってことなりかねないんですけど、うん、エンタープライズアイデンティティっていうじゃ、うん 私を超えているマイクロソフト、私のデバイスがきちんとセキュアで、私が要するに、あの機密情報が入っているメールを競合に転送してないかとか、それこそこの前も日本であったじゃないですか、あの、あの R 社が S 社からあの情報をもらってたみたいな、ね。あれってアクセスコントロールをきちんとしてれば防げる話なんですよ。要,、うん、要するにこういった あのマネージャーレベル以上じゃないと、本にはアクセスできないとか、こういった機密情報ってラベルがされているファイルは絶対に転送できないとか、でこれも実はアイデンティティっていうアイデンティティサービスの一つで、 でこれをやるにはアイデンティティプロバイダーが必要なんですよやっぱりアイイデンテティィプロバイダーがそこら辺きちんと管理してこういったポリシーの時はそれができないっていうのができると会社が成り立たなくなるのでだからそれとこうビッグブラザー的な脅威っていうユースケースはやっぱりきちんと分けなければいけないでこれが分けずに今一方的に怖いって。 いうメディアの記事をたまになるほど、なるほど。なるほど。あでも、その辺はあれだね。今みたいに説明を受けると、なるほど、そうかと、ね。アクセスをね、どの階級にしたところまでできるとかっていう、そのコントロールの話っていう、会社の中にいると、あ、そらそうだと思うもんね。なるほどなと思うね。そうですね<で>、うん。なるほどなと、ありがとうございます。で、さっきのね、いいえやさんあ、ありがとうという、一気にたくさんの質問して、すいませんでしたって、お詫びとお礼とりをきました。<laughs> えとね、続いて、国政さん2019年6月よりカナダ、オーランダ間でユーザーがパスポートではなく、アイデンティティ認証された携帯電話のみで入国することを可能,とす可能にする実証実験が行われているそうです、えー。新型コロナのワクチン接種を証明するツールとして利用できるのではないかと思ったのですが、そのような動きはあるのでしょうかというご質問です。あります。まさにそうです。えっと、ただ、 まあ流れから言うと、まあ、コロナでワクチン証明書が必要になった,った時にこの技術使えないか要するにフェデレーションを使うと日本の病院で発行したものをじゃあアメリカのホテルで使うって時にそこでじゃあフェデレーションを作れるか作れないわけじゃないですかだったらまあ個人に寄せて個人が自分で見せた方がスケールするよねって意味でこの仕組みがすごい注目されてましたただ、えっと、まだ 本当にグローバルで実装する、今すごい数のワクチンが打たれていて、すごい数のワクチン証明ですけど、打たれてるじゃないですか。全部その仕組みで、今私がプレゼンしてた仕組みを使って作れるかっていうと、もしかすると準備が整ってなかったっていうのが現実かもしれない。だから今、ヨーロッパヨーロッパ独自の、えっと、えっと、技術企画で作ろうとしていて、で、アメリカはアメリカで、 まあただアメリカでこれまであんまり言えないんですけどもしかすると今言ってたデモの本当に基本の基本であるウェリファイブルクレーシャルベースのアン証明書が広く使われる可能性もあります。あのこれはただ結構ごめんさけ N でないんですけど週間後とかにうまくいけば出てくるはずですプレスリリースが。うん、あれなんだっけあのコモンパスっていうのもこの類い コモンパスは VC は使っ,て使ってるのかなあのなんだっけ慶応医学部の宮田さんがやってるやつ。そうです、ね。ベーシックなレベルでは合ってる。たぶ分,分散型識別者は使ってないですけど、そこの、うんまあ、データモデルって意味では使ってると思います。だから、講,講義な意味での分散 ID ではないのかもしれない。 うんうん、なるほど。そこはちょっとコモンパスのアーキテクトは最新ないのでは分かんないです。ごめんなさい。続いて、笹川さん。ID を受け取ってサービスを提供する企業にはメリットがありますが、ID を発行する側のメリットが見えません。どのようなメリットがありますかというご質問ですけども。まあ、一つは、 今、ほらそれこそ発掘されたら、あのー、会社のなんだレピュテーションも下がりますし、だからそもそもそこのユーザーデータを自社で持ちたくないって思ってる企業が多かったりもするので、<ー>一回発掘しちゃって、あとは持たなくてもいいっていうのがインセンチブの業界もあれば、やっぱりそのデモで見せたみたいに、もう毎回、あのー 認証を他のベンダーさんにお願いしてみたいな世界じゃなくてもうすでに発行してあるものを使うってう意味だともう発行する回数が減るっていう、うん、あの多分メリットもありますしまあ多分そこのそうですね発行する回数って時にやっぱり発行するのにかなり手間がかかるオーディットとか EKYC とか必要な コストがすごいかかるので、私のマイクロソフトのボンボーディングも2か月くらいかかっているので、いろんな情報を集めて検証するのに、うんうん、そこをこう発行回数も減らすってなるかもしれないです。た、ま、だ、あ、例えばここは多分業界とかユースケースとかにもよるので、もうちょっと議論必要だと思います。うん、でも、あれだよね、発行する側は、そういうね、今、e、EKYC とか言ってましたけど、1回失敗しちゃった時の信頼のしついて取り戻すの大変だろう、ね そこそこ誰にその法的なライアビリティがあるのかをは,はっきりさせなきゃいけないですよね。うんうん、要するにこう、その発行源を信頼して、まあ、要,は要するに個人が同意してるわけじゃないですか。もらうって。だから個人の責任なのでもそうなると怖くて個人、ユーザーがつかないから、だからってね発行側がそんな間違ったところで使われるところまで責任を負えるかっていうと多分負えない。うん、<laughs> だからそこはまさに法的な課題だと思います。 これ難しい問題だな。使いたいけど、です誰の責任になるかってちょっとせめぎ合いになっちゃうし、で、その大元のところでアンカーみたいな形で証明した人っていうところにさかのぼってって、企業前だみたいなになるかもしれないし、難しいね、これね。これからの議論なんでしょうけどね。そうです、ね。だから日本とかだと GPKI 叩いて、マイナンバーカードベースのジャベリファイブクレデンシャルを発行するの全然可能だし、うん、やってる業者さんもいる。 思ううんですけどどそれやっっか、ね、かあった時にどう契約結ぶのかだからこれは結構その全部分散化しようって時に、まあ、多分議論はできるんですけど当時はやっぱり今みたいな課題結局法的な契約って結ばざるを得ないので今の資本主義の世界って <laughs> そことどうバランス取っていくかが多分まさにその目玉焼きの認証あ検証可能性とその他の信頼をどうバランス取っていくかっていうメッセージですね。 そ,そのバランスってやっぱ国によってっていうかみんな何て言うんでどのくらいどういう信頼がある社会かによって違ってきちゃう国のリーダーシップは大事かもしれないですね。う,んうんまあ、イ、うん、まあ検討し始めてる国も多い。まあ、ただ、多分どっちかですよね。もうアイルランドみたいに政府が戦士に使っちゃうみたいなユースケースか、まあ、政府に日本みたいに多分政府がやると 入れると、もうあのスキールが広すぎて一気には入らないから、それでまたアセントしか入ってないってあの、人数的にはかなりもうニュージーランドを超えてるのにみたいな。で、たかれるのを避けるのであれば、まあ、民間で言うっていう、そこの枠組みを。たぶここで大事なのが、政府が技術まで決めないことだと思うんですよね。要するに、この技術を使ってってなっと、もう、まあ、技術って結構進化しますし、多分今私が見せてた仕組みも、 あの今いろんなやっぱりセキュリティチェックとか通すけど、何か穴がある可能性がないわけではないので、その時にそれを簡単に直せるように政府からは本当にその、まあ、リクワイメントというか、あの条件だけ、まあ、さっきの,その警察の例じゃないですけど、まあ、基本的にはユーザーが共有するんだけど、そこもその知識証明みたいな、実際にデータを開示せずに、あの 共有する仕組みが推奨される。ただ、こういった場合はきちんと元のハロゲインに達成ができるしておくみたいな条件を入れておくと、多分そういうのが今求められてますね。技術側はもうアイデンティティの専門家が作るんでみたいな。確かにね、技術変わってっちゃうから、ゴールベースでこういうことを達成したいんだってことは言えるけど、スペックまで全部書い,書いちゃうと、イノベーションがなくなっちゃうかもしれないですね。 で今、アメリカがそこちょっと DHS がそこまで踏み込んでやっちゃってるので、ちょっとスケルになる可能性あるんじゃないかなって私はちょっと意義的に。あ完全に個人見解です。MS の見解ではないです。はい。えっとね、最後のコメントかなこれ質問か今川さん、素人なのですが、アイデンティティプロバイダーが営利団体である民間級であることが問題と捉えることもできるのではないかと思います。 えしたと例えば、政府がアイデンティティプロバイダーになるようなシナリオもあるのではないかなと思いましたということですが、個人に、えー、と寄せるっていうのが、まず文章 ID の多分価値で。そこで、うんまあ多分営利団体っいう意味で民間団体難しいんじゃないかっておっしゃってたと思うんですけど、逆に個人に寄せるのもすごい難しくて、うん、要するに今は、1回そのアイデンティティプロバイダーを信頼するって約束しちゃえば、その後は毎回信頼できるわけですよ。 でもそれを各個人と毎回やってくってもうそれこそスケールが効かない世界じゃないですか。ってなるとじゃあ事前にこうトラスト構築が各個人,のプロ個人が個人であるプロバイダーとできない時に何をもって単発で信頼できるのかっていうそこのセキュリティの多分ルール作りが今結構難しくてだからどっちもやっぱりあの課題はあるで政府がやるのがいいんじゃないかって提案してくれてたと思うんですけど やりたがらないんですよね。だから多分会津若松もそうこう指導ではあんまり作らない。だから政府がやるって聞かないですね。って時にじゃあ多分会津若松が LINE 最初使ってたと思うんですけどそれこそ政府のサービスを提供するのに LINE だけに依存していいのかって多分課題が出てきてじゃあ有頂 ID みたいな話が出てきてると思うんですけど。うん 政府は多分これやここらへん全部やるインセンティブはないですね。相当やっぱり難しいので、アイデンティティプロバイダーになるっていうことって。これ、あれだね、そうすると、これ、深掘りすればするほど、まあ、デジタルガバメントとかスマートシティのね、このアイデンティティに関わるところって、みんな困っちゃうかもしれないね。<laughs> みんな最終的にはその責任を負いたくないっていうところに、なんとなくいきそうな気もするし、できないっていうものとか。 非経済的だっていうのもあるだろうしなかなか奥深い問題ですねこれそうですねなのでそこは本当にユースケースの見極めが大事だと思いますこういった仕組みの方がやっぱり適しているユースケースもあると思うのでその方がこうユーザーの,あのエクスペリエンスが上がるですとか、うんうん、あの多分そのサービスプロバイダー のアドクションをどうするかっていうのを一番最初に多分議論したと思うんですけど多分うまく説明すればより多くのサービスを提供できるようになるはずなんですよねそれこそ Facebook とか MS に依存せずにサービスを提供できるようになるわけだから今ってそれこそ iOS のアプリを出すのにログインミスアップルを入れなければいけないっていう決まりが出てあるこれ私も知らなかったんですけどあるらしいのでそれとはもう それに依存せず自由にできるようになるっていう世界があるのかもしれないですし。そこはやっぱりバランスだからもう分散 I. D. だけでできるっていうのも嘘ですし。分散 I. D. がなくてもできるっていうのも多分嘘 <laughs> だと思います。なるほど。わかりました。なんかいろいろと突き詰めると出てきそうですが、そろそろいいお時間にやってきたので。こ <laughs> れで今日は終わりにしたいと思いますけど、はい、本当になんか、あの、勉強になりました。ありがとうございます。 それで安田さんね、まあ、あのこれでまたあのシアトルにご転勤ということでもうあのあの、ツイッターでも書かれてるし、テレビでもあの安住さんにも言ってたのであの、向こうでもぜひ活躍をしてください。あの日本からすありがとうございます。うん、で、またあので機会があったら、このウェビナーを思い出して出ていただければなというふうに思います。<laughs> もちろん思い出します。はい、はいじゃあ本当に今日どうもありがとうございました。安田ありがとうございます。 はい、土屋さん、よろしくお願いします。はい、本日の皆さんご視聴ありがとうございました。最後にですね、事務局の方から簡単に今後のウェビナーについてご案内をさせていただきます。えー、と今日ご視聴いただいた皆さんにあるこの後あのアンケートを取りますのでご協力よろしくお願いします。で今週の予定でございますが、えーと、本日安田クリスティーナさんですね。で、明日が ADDS のタケウチ様二回目の登場になります。それからヘイル。 新規のまちづくりの話、それからモビリティマウスシリーズの4回目という形で続きます。えー、来週以降も、ですねここにお示ししていますように、いろんなテーマ、ご登壇者の方々にご参考にお登壇いただきます。16日、18日はですね英語の通訳なしの放送になりますので。 あ<都>らかじめご了承ください。えっと二十日以降もこんな感じですね。えっとそれぞれ盛りだくさんのテーマですね。ご用意しておりますのであのぜひピーテックスの方あるいはズームからお申し込みいただければというふうに思います。で、<Wars. S 3> 私どもスマートシティインスティトゥと今二年近く活動しているところでございます。えっと会員の数もですね四百十というところまで増えているという状況でございます。 それで、えー、と参上会員はですね無料でご参加いただける仕組みになってますのでぜひこの機会にですね、えー、ご所属の組織でご入会可能なところがあればご検討いただければというふうに思います。で個人でフォローの場合はですねこちらの各種 SNS で、えー、いろんな情報を配信しておりますのでぜひこの機会にフォローしていただければというふうに思います。 はい、じゃああの事務局からのご案内は以上となります。えー、本日もお長時間に当たりましてご視聴いただきありがとうございました。あ安田クリスティーナさんどうもありがとうございました。どうぞアメリカでのご活躍をお祈りしております。ありがとうございました。ありがとうございます。はいありがとうございました。失礼します。失礼します。